こんにちは、社会人事部長の長谷川充です、えー。西日本西日本新聞4月27日の記事です。えー、今日は <laughs> こちらの記事ですね。えー、自動運転をお自動運転バスを公開と、まあ日鉄などと、えー、来月これは5月の8日から10日のまあ福岡のフォ,ーラムフォーラムで登場という内容ですね。 まあこのバスなどのです、ね、これ自動運転ということであれば中国の深圳ではですね、でに実は公共のバスが自動運転で走らせている、まあ、世界初で,です、ね、中国の深圳ですね、で走らせているという状況があります。で まああの日本というのはまだまだやっぱりこう自動運転というのは遅れているというような状況もあってでましてやその公共交通機関にこれを導入するとなるとまあ、いろんなことをですねまあ政治的な判断もしていかないといけないというところもあるかと思いますのでまあそうそう簡単には導入できないのかもしれませんけれども、まあ、やはり えー、技術的にですね、えー、もうレベルが達するということであればこの自動運転というのは、まあ、非常にその雇用を今で、まあ、しにくい例えばバスのドライバーさんをですね、えーまあ、雇用するっていうのも、まあ、結構大変な時代、まあ、そもそも雇用がなかなかできないでそしてまあ雇用してもですねこう人件費というものがかかるのでその まあ永続的にこう企業としてはこう人件費をその人の給与ですね給与とか所有をまあ払い続けていかないといけないということなのでやはり自動運転化ができればまあそれなりのバスの投資っていうものはあるにしてもですねでその人件費とそのコンピューター自動運転の自動車にまあ取って代わられた時にどちらの方がえコスト的にも見合うのかと。 いうふうに考えた時には、まあ、断然やはりこう自動運転の,このバスということになるかと思うんですね長期的に考えるとまあそういう面で言うとまあこの自動化というのはまあ早く望まれるのかなというふうに思いますやはり雇用の改善だったりとか、まあ、採用がなかなかできないので雇用の改善ができるわけですし でまあ、なおかつ、その投資経営的な観点で言うとその投資対回収ですね、でそしてまあ長期的なまあこう回収なりとか利益にしていくということを考えたら、まあ、この自動化運転というのは非常に重要な鍵になるかなと思います。